キャラクターイラストデザイン科2年の古見子です今回私がプレゼンする作品はというゲームですこの作品は私がポップで可愛いものと横スクロールアクションをコンセプトにした作品を作りたいと思い今回企画しました次は現状,分析です現状分析では横スクロールアクションは操作が直感的で分かりやすいため手に取りやすいジャンルです またポップで可愛らしい絵柄は子供や普段ゲームをやらない人の目も引けると思います。メインターゲット層は10代から20代の男女です。販売はスイッチ、プレイステーションでの販売を考えています。次はあらすじです。このゲームはとある国のワトと呼ばれる都市で、ヨーマという敵が大量に発生した原因とその解決を目指すヘビ塚のため、 主人公のコマズネが立ち上がるという内容になっています次にキャラクター紹介です時間の都合上説明を簡単にしますが詳しくはこちらをご覧ください、えー、主要キャラクター4体を紹介しますまずは主人,主人公のコマズネです見た目に反し冷静で大人っぽい性格をしています次に相棒のヘビ塚です推しに弱く自分に自信がないのがたまに傷 自分を助けてくれた駒爪に和とのかい問題の解決を依頼します。次に駒爪のお師匠さんの狐だです。表情が変わらないため冷たい印象を持たれがちですが、駒爪曰くお茶目な人です。最後に駒爪の兄弟分である黒爪です。物腰が柔らかく誰に対しても優しいですが、駒爪にだけはそっけない態度をとっています。 主要キャラクターたちの二面図についてはこちらをご覧ください主人公と他のキャラクターとの相関図についてもこちらをご覧くださいコンセプトアートは主人公たちが訪れる街を描きました 商品展開ではダウンロードコンテンツでのストーリーの追加のほか、ぬいぐるみや御朱印帳など資料には書かれていませんが張り子やフィギュアを考えています今回は去年よりもキャラクターに力を入れて制作したため大変でしたまたロゴデザインなども自分でやってみると楽しくて今後の創作活動に生かそうと思いましたこれでプレゼンを終わりますご清聴ありがとうございました